白星が上がってきませんね。あのペースをつかみにくいじゃないですかね、いつも あのタイミングというかですね、はい、焦ってるとおかしいですけど、なんかこう早いような気がするんですよね。あ、確かにいつもは早いんですけど、はい、それ以上に今日もなんか早かったような気がするんですね。相手にもう少し合わせるように、ということですか。いや、というかあのペースが合わないんじゃないかなと思います、ね、動きにそれが見られますか。いや、気がしますね、はい、あんなにあの軽くないんですよね。あ、豊ノ島ですね、はい。さあ土俵上変わりまして、これも注目したいですね。安美錦にバルト。まあ安美錦の方はなかなかね、まあ、相撲巧者といいますか、初日に稀勢の里を破りましてね、はい、2勝1敗です。バルトは昨日豪栄道に土俵際まで持ってきましたけど、これちょっとあの、ね、リズムの攻めができてないですよね、バルトは、ね、もったいないですよね、はい、うん、2勝1敗になっていますバルト。この両力士対戦は15回対戦があって、バルトが10勝、安美錦が5勝ですから、ちょうど倍勝ってると、バルトの方がね。安美錦にチャンスがあるとしたらどういう内容になったの。もうやっぱり横の動きしかないんじゃないですか。横、で、こう回しを取ったら強いですんでね、はい、その回しを取らせないで、あの回り込むのがうまいですね、あの膝を使いながらですね。さあ気合が、時間いっぱいになりましたら気合が入りました。安美錦パンパンと体を叩いて、そして今土俵中央です。今日は安美錦はどんな相撲を取るんでしょうか。バルト、昨日の負けの影響は出ないでしょうか。軍配が返りました。おーっと、これはバルト、安美錦今日は何もできず。すごい、もう大丈夫ですかね。ああ大丈夫そうですね。いや、もうすぐ掴む取ったですね。いや早かったですね。 あれを取られちゃうとですね、掴まれたっていう感じですね。強引にもぎ取ったという。本当に早かったですね。早かったですね。